でちょっとこれじゅわじゅわいってくれるじゃないですか、ちょっとね、ネギかければもう。じゃあ今日はハイボールです。今回ですね、ペッパーライスですね。いろんな作り方があるんですよ。僕流のペッパーランチ風のビーフペッパーライスを作ろうと思いまして、これがね、僕のレシピマジでうまいんで、これを皆さんに、作っていただきたいと思うんですけども、これを今からやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず材料、ご飯 200g、 これあの僕が至高の白米っていうレシピで炊いたやつです。牛肉が 100g、 コーンのね缶詰のやつです。あとはまあ水煮のやつですね。大体 60g ぐらいですね、固定で。ガルが 10g、 そしてニンニクが、まあこれ小ぶりなんで全部使ってもいいと思います。はい、1/2かけ。あとは概要欄に書いてありますので、そちらチェックしてみてください。ビーフペッパーライスをやるんですけども、やっぱりねペッパーが特徴的なんですよ。なんでスパイシーを感じたいんで、スパイシーなものを飲んでいきたいと思います。スパイディースパイシーマシーン入れていきます。トト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 、ここにね、あのスパイスを加えるとうまいってこの間聞いたんですよ。じゃあハイボールにクミンをちょっと振りといてみます。ちょっとスパイシー。あ、うまそう。いただきます。うまい。クミンハイボールうまいぞ。はい、ということでやっていきたいと思います。はい、ということでやっていきたいと思います。まずはですね、このゴールデンライス、3分30秒から40秒で解凍されます。はい、もうほぼ炊きたてになります。そしたらですね、あとはもう切るのはニンニクぐらいなんで、牛は細切れなんで、ロース肉とかだったらね、ちゃんと切ってくださいね。はい、なんてもうこれでしまいです。これぐらい細切れになってるのは塩コショウをちゃんと振っとけば大丈夫なんで、塩コショウ振るだけで結構です。はい、合わせダレをやっていきます。まずお醤油大さじ1と半分ね、これはもうここに入れていきますよ。はい、みりんです。こいつ大さじ1と半分です。お酒が小さじ2杯。これ風味付けに入れていきます。はいはいはい、小さじ2杯です。はい、そこにおろしにんにくを加えていきます。にんにくの香り入った方がいいです。はい、1とかけだと入れすぎなんで、半かけ、小さいだったら1かけぐらいにしてくださいね。でここに味の素なんですけども、1、2、3、4振りぐらいです。はい、これよーく混ぜてくださいね。味の素は顆粒ですので、ちょうどよーく混ぜてください。よーく混ぜておいて、あとでタレに使いますよ。はい、もうね、くっつかないかなぐらいな感じで、ね、くっつかないかなぐらいの少量、小さじ1杯ぐらいの油をこう全体にまぶしてください。このご飯をね、ちょっと茶碗かなんかでね、形作ると綺麗になるんで、面倒くさい方はね、やんなくていいです。火つける前にね、これご飯に入れちゃいます。これはいね、こんな感じになりましたね。ビーフ入れちゃいます。これで生肉と米を触れさせてけしからんっていう方もいらっしゃると思いますけど、全部火入れちゃうんで全然平気なんで、そしたらここにコーンですね。もうコーンをね、どっさりと入れていきます。コーンはね、半缶分だから 60g ぐらいだね。そして黒胡椒を、ペッパーライスですからね、これぐらいかな。で小ネギね、小ネギパラッと、ペッパータドーン、これでございます。はい、じゃあまずね、お肉と、米焼いていきます。でちょっとこれじゅわじゅわいってくれるじゃないですか。タレをね、少しずつ入れていくんですよ。あんまり最初から全部入れちゃうと結構ね、米がね、じゅくじゅくになっちゃうんですよね。はい、で肉と一緒に、焼きにしていく。で周りから流すとすぐね、このタレっていうのはすぐね蒸発していきます。はい、そしたら次のタレを入れていく。はいはい、これでいいです。で牛肉がもうそこそこにね、これって火通ってきて、周りに入れたこのタレがジュクジュクとね、こう炒まってくんですよ。そしたらもうこうやってお店みたいにね、こうやってもう混ぜちゃいます。お店だとこんな感じでやりますよね。
ペッパーライスはこうやって混ぜて食べるのが真骨頂なんで、はい、ちょっとここでアラビータコショウをね、ちょっとパラッとね、ネギかければもう、はい、こちらで完成でございます。やべえ、これお店やん。じゃあ食べていきましょう。いただきます。ちょっとこれはこれ大好き、これ。いただきます。君のところとコメントフォロー一緒に。うまっ。なんでこんなうまいの、これ。このステーキダレとご飯とバターとビーフがね、相性が良すぎる。家で作っても僕はいいと思います。あじゃんかもちろんでしょ。タバスコですね。いただきます。うん、やばっ、めっちゃすごいな、これ。俺がやってる間にみんな集合、全員集合。ツーザバイ。いただきます。うめぇ、最高にうまいでしょ。家で食えんのいいっすね。これはもう言うことないよ、うん、全人類好きです。パンのくせに酒が進んじゃう。じゃあもう一本取るよ。いや無理だろ。ということでよろしくお願いします。お願いします。これあのリュウジュのあの氷こぼし占いだから、あの今日はこのこぼれ方だから、大凶です。リュウジュのバズレシピを最後まで見れば大吉になりますね。途中僕のイラッとする飲みシーンとか、イラッとするロレツの回ってないところとかいっぱいあると思いますけど、全部見てくださいね。そしたら大吉です。うん、うまいうまい。あ、こう爽やかな、そのカレーの元になるんだ、クミンってね。なんだっけ、この爽やか、クミンの爽やかさがハイボールの爽やかさ一層引き立てる、うん、まるで僕とお酒の関係のようですね。